あら、こんばんは。ひょっとしてあなたがオーナーさん？隣空いてますよ。私の名前？そうですね、シャンディ。お仕事の名前ですけど、オーナーさんはこんなに夜遅くお仕事ですか？そうだ、オーナーさんの分も作ってあげましょうか。そんなに見つめて面白いですか？お待たせしました。どうぞ。飲まないんですか？さっきも見とれてましたけど。オーナーさんって不思議だなんですね。面白い顔、初対面の私にそんな顔を見せちゃうだなんて。思った通り素直な人なんですね。遊びがいがありそう。何でもないですよ。それよりせっかく作ったんですから飲みましょう。私に殺しまでバーテンダーをやってほしい。ちょうど募集してたところ。本当に勢いで言ってませんか？何もしていなくて少し退屈しているのは確かですけど、でもあまり忙しく働くっていうのも、そんなつもりでここに来たわけじゃないですし、受けてくれたら何でもする。そんなに簡単に約束しちゃっていいんですか？それともどんなことされるか期待してたりして、ねえ、どうなんですか？まあオーナーさんの熱意に免じて受けてあげてもいいですよ。その代わり、この島にいる間私を楽しませてくれるって約束してくれませんか？さっきも言いましたけど、私少し退屈してるんです。私の退屈紛らせてくれませんか？約束忘れないでくださいね、オーナーさん。